全体的に見ればあの、まあ、屋根材とかいう問題はないんですが、まあ、一点ちょっと気をつけた方がいいかもしれない部分があって、それは塗装なんですけども、この屋根材の上下の重なりくっついちゃうと、この屋根材と屋根材の継ぎ目とかに水が入ると、ここの裏側に水が回って、ここから重なりの上から水が出てくるような形になるんですけども、それが塗膜塗装でですね、くっついちゃうと、その水が出なくなっちゃって、こう水が逆流して屋根材取り越えて屋根材のその防水シートに水が回るようになっちゃったりするんですね。すぐにっていうわけじゃないんですけど、まあひどいと塗装して 2,3 年とかで雨漏りしたりすることもあるので、でそれの防止でこの塩切りとかスペーサーみたいなのを入れるんですけど、スペーサー入ってるんですが、規定だと屋根材1枚に対して2箇所入れるんですけど、屋根材1箇所につき1枚しか入ってないんで、ちょっと大部分くっついちゃってるような形になってます。このスペーサーですね、スペーサーが入ってる近くは隙間があって水がこう出てくるんですけど、こちらの真ん中ぐらいのところはほぼほぼくっついちゃってて、水先が悪くなっちゃってる感じですね。屋根材のひび割れ補修するついでに、まあ、一応これアスベストが入ってて強い屋根材ではあるんですけど、ひび割れの促進防止みたいなのと、まあ、強風対策も兼ねて、この何もなってない屋根材の裏側にも、まあ、2箇所ですね、左右1箇所ずつで接着剤を注入してあげて、接着補修みたいなのをしてあげることで、まあ、強風対策になるし、ひび割れの防止にもなるし、接着剤を注入するときにこの裏側に接着剤を注入したいので、この屋根材持ち上げるんですね。でその時にこの塗装の接着がペリッと剥がれるので、まあ、一石四鳥ぐらいの、それで雨漏り防止にもなるので、あとこの胸に関しては現状問題なさそうなので、まあ、念のため、この既存の固定釘の間に一本釘を増し打ちとかをしてあげることで、あの強度を確保してあげて、おそらくですね、まあ、10年、15年くらいは持たせることができるのかなと思います。